ヤマトの伝統野菜、ヤマトマルナスヤマトマルナスは、ナス科の火災で、奈良県在来のナスの品種である。県内で古くから栽培され、親しまれてきた伝統野菜の一つとして、奈良県により、ヤマト野菜に認定されている。平城系の長屋を邸宅跡から出土した木管に、沈か家族け売り、家族館、ナス人の記述があり、行為のものへの新物に、 ナスのカス漬けが使われていたことが判明した。また、焦燥院文書には、天平六年ナス十一国、時期一百356文をはじめとして、多数のナスの記述が見られる。これらのことから、奈良時代にはすでにナスの栽培が行われていたことがわかる。宇田松山の本蔵学者、森野東介が晩年に写生した薬草の図鑑、松山本蔵の中に、 ナスナス美の絵があり、丸ナスの姿が描かれている。ヤマトマルナスは、古くからの産地である、ヤマト氷山市、奈良市、イカルガ町などで、良い木を見極め、代々自家採取で選抜を繰り返して栽培され、続けてきた。2008年3月28日には、奈良県からヤマトの伝統野菜として、ヤマト野菜に認定された。伝統に並ぶ、ヤマトマルナス。 奈良県山和郡山市の平和、八田、筒井地区、生駒郡国い町を立ちた奈良市屋柳犠などで生産され、主に京阪神や首都圏に高級食材として出荷される。奈良県内の小売店でも販売されている。山和伝統野菜の中では販売額の大きいものの一つである。奈良県内をはじめ、東京、大阪、京都などの料亭や旅館、 ホテルなどで高い評価を得ている。電楽はもちろん、煮物や揚げ物、天ぷら、揚げ出しなどの料理に使えるほか、濃厚な料理に合うので、和、洋、中と幅広く活用できる。煮たり焼いたりしても型崩れしない。油との相性も良く、油を吸いすぎて、べとつくことがない。ありがとうございます。